セントウルステークスを勝ちました名経路池添健一ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。レコードで勝ちましたね。あ、そうなんですね。時計は気にして競馬は僕ら乗ってないので、まあ、結果それがついてきただけだと思いますし、まあ、開幕週ですからね、出やすいと思います。まずプラス14キロでの出走になりましたけれども、はい、どうだったんですか。体面に関しては、うん、あの今週の追い切りでも太め感というのはあまり感じなかったですし、まあ、本当成長分だと思います、はい、そしてゲートですがちょっと嫌がる感じもあったんですが、そうですね、最近少しだけ嫌がるところが出てきてるんですけど、まあいいじゃないですかああそこまで迷惑かけていないので、まあ、これ以上やるとね他の馬に迷惑かけてしまうところがあるので、まあ、これで収まってくれればいいかなというふうに思います。で今日は、まあ、前を見ながら5番手ぐらいで進んで、これまでのレースとテンションはどうだったですか。やっぱりスイッチが入りやすい馬なので、返し馬ババ入った時も少しちょっとテンション上がったんですけど、まあ、あの下ろしてからは落ち着いてゆっくり走ってくれてましたし、あのまあ比較的この馬に関して言えば許容範囲かなというふうに思いました、はい、それにしても直線抜け出してからはとてつもない強さでした。そうですね、まあ、久しぶりのレースではあったので、もともとあまりスタートも一歩目は早い方じゃないので、まあ、少し鈍かった部分はあるんですけど、まあ、あまりせかさずにと思ってたらあそこの位置キープできましたし、本当今日の折り合いに関しては、うん、どちらかといえば勝負どころで少し動かしていかなきゃいけないぐらいの追走だったので今日は楽でした、はい、ただそれにしても大一番見据えての前哨戦、たくさんのファンも応援しました。そして非常に楽しみになりました。どうぞファンに答えてください、はい、まあ、ファンの方もそうですけど、まあ、周りの先輩後輩のジョッキーもねめちゃめちゃ気にして見てる馬ですし、まあ、今日うまくあの誘導できましたし結果も出してくれていい形で本番を迎えられると思いますので、まあ、あとは中2周で本番なので調整の方しっかり落ち着いて臨んでいくことができれば、もうあとは本当 G1 のタイトルだけだと思っているのでしっかり順調にいってほしいと思います、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。